ヒューマノイドロボティクスプロジェクトとは、東京大学の井上広重教授をリーダーとした、人間協調、共存型ロボットシステムの研究開発のこと。1998年から、通商産業省、経済産業省主導のもと、新エネルギー、産業技術総合開発機構と、財団法人製造科学技術センターを、管理法人とし、 独立行政法人産業技術総合研究所との共同研究により5カ年計画で実施された。研究目的は働く人間型ロボットの実用性を示すことであり、最初の成果機として2000年にホンダ P3 を改良した HRP-1 が2003年には最終成果機として HRP-2 が発表された。設計製作を川田工業、 全体使用設計を三層検知能システム研究部門ヒューマノイド研究グループ腕部使用設計を安川電機四角部使用設計を三層検知能システム研究部門三次元四角研究グループ及び清水建設が担当した2002年からは基盤技術研究促進事業実環境で働く人間型ロボット基盤技術の 研究開発が5カ年計画で実施されている。開発を担当するのは、川田工業、三荘県、川崎重工。2005年にはその成果として、HRP の名を冠した、HRP-3P を発表、防人、防的機能や滑りやすい路面などでの歩行機能、足腕強調制御によって拡大された、作業機能などを実現させている。 2006年から3年かけてユーザー志ロボットオープンアーキテクチャの開発の一環としてサイバネティックヒューマン HRP-4C が開発された。2011年には低価格な働く人間型ロボット研究開発用プラットフォーム HRP-4 が開発された。2015年には経済産業省と米国防総省が合意した人道支援と 災害復旧に関するロボットの日米共同研究に基づきガーパロボティクスチャレンジ2015に参加するために HRP-2 を改造した HRP-2 改めを開発した。客中、ありがとうございます。